僕は明日、昨日の君とデートするは7月、高文の小説。2014年に、宝島社より、宝島社文庫として出版された。略称は、僕明日、第三回京都本大賞受賞作。2016年12月17日に映画が公開された。2018年8月に朗読劇が上演され、追加公演も行われた。 本作は2014年8月20日に書き下ろし、作品として出版された。カバーイラストは、カスヤ長とカバー、本文デザインは山田光明が担当している。京都市を舞台に20歳同士の男女の40日間の恋愛を描いた作品であり、物語の中には、永山で演鉄や宝ヶ池公園などが登場する。大谷の子による、 漫画版が2015年12月9日より、この漫画がすごい。ウェブにおいて、ウェブコミックとして連載されている。2018年8月時点で、原作小説の累計発行部数は160万部を突破している。京都の美大ネカ用学生の南、山高久氏は、通学電車の中で出会った、福祉学美に一目惚れする。勇気を振り絞って声をかけ、 別れ際に、また会えると聞くが、それを聞いた彼女は突然涙を流し、抱きついてきたのだった。驚く高子と武器には、この時の彼女の涙の訳を知るよしもなかった。翌日、美大の授業で動物園に行くと、そこで、昨日の彼女と再び出会う。その後すぐに二人は、行き統合し、交際がスタートするが、初めてのデート、初めて手をつなぐ。 初めてお互いを名前で呼び合う、そんな初めてのことがあるたびに、彼女はなぜか涙を流す。コーヒサシは、そんな彼女を不思議に思いながらも、愛情を深めていく。違和感を覚えたのは、誰にも見せていない、自作小説のヒロインの名前を、彼女が知っていると気づいた時だった。予知能力でもあるのと聞く高言ぶきに、彼女は言った。あなたの未来がわかるって言ったら、どうする 初めてキスをして愛し合った日、コーヒサ氏は想像もできなかった彼女の秘密を明かされる。そして、二人の運命はすれ違いを始める。2016年12月17日公開の日本映画。監督はミキ・タカヒロ、脚本は吉田智子、主演は福士・壮太。二2016年1月13日に宝島社により小説の公式サイトが開設され、 同年12月に、東方系で、実写映画化作品が公開される旨が発表された。映画の撮影は2016年1月中旬からの、約1ヶ月間、鴨川や伏見稲荷大社、山上大橋といった、京都内の観光名所を背景として行われた。公開に先立つ2016年12月6日には、伏見稲荷大社の参道にレッドカーペットを敷いての、 ヒット祈願イベントが行われた。劇場公開に合わせ愛の風と山鉄道主要駅に、僕は明日、昨日の君と愛の風船でデートすると歌ったパロディーポスターを掲出し、愛の風船の利用促進キャンペーンを展開している。東方による朗読劇シリーズ、恋を読むの第一弾として、2018年8月24日から29日に、オルタナティブシアターで上演。脚本、 演出は、三浦直行き。キャストは、い変わりで異なるが、組み合わせは固定。新キャスト6名を加えて、2019年3月12日から17日に、同じく、オルタナティブシアターで、アンコール上演が行われた。アンコール上演、京都聖火大学がモデル。永山電車がモデル。京都市動物園がモデル。第3回、京都本大賞大賞決定。 50万部突破。二度読み必死の純愛小説。僕は明日、昨日の君とデートする。PR タイムズ。2020年11月29日。閲覧。AB。恋を読む。僕は明日、昨日の君とデートする。オルタナティブシアター。東宝。2020年11月29日閲覧。公演情報詳細。オルタナティブシアター。オルタナティブシアター。 2020年11月29日閲覧。東方グローバルサイト2017年、興行収入10億円以上番組日本、映画制作者連盟、主演、福祉総太ヒロイン小松菜奈、僕は明日映画化。宝島社。2016年7月2日時点のオリジナルより、アーカイブ。2016年6月12日閲覧。福祉総太小松菜奈、僕は明日。 昨日の君とデートする撮影終了を惜しむ。映画ナタリー。https コロンスラッシュスラッシュナタリードットミュースラッシュ映画スラッシュニューススラッシュ1796542020年11月29日閲覧。福祉総田小松奈々が僕明日で史上初の伏見稲荷レッドカーペット光栄です。スポーツ放置。 アーカイブ。h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 1 6 1 2 2 0 0 8 4 0 5 1 h t t p w w w h o c h c o j p e n t e r t a i n m e n t 2 0 1 6 1 2 0 6 a u t h t 5 1 2 2 h t m l 2 0 1 6年12月6日閲覧。東出正大、僕明日で。 福祉蒼太の親友役演じる、初日からため口で話そうと決めた。映画ナタリー。https コロンスラッシュスラッシュナタリー .mu スラッシュ映画スラッシュニューススラッシュ1969722020年11月29日閲覧。福祉蒼太、小松菜奈、僕アス主題歌は、バックナンバーの新曲、ハッピーエンド。映画ナタリー。 h t t p s ミ a t a r ッ m u 映画 /.news/.2051852020 年11月29日閲覧。朗読劇、僕は明日、昨日の君とデートする、荒牧義彦、三森鈴子、青井翔太ら新キャスト6名を迎えて再演が決定。 spice,https://spice.epls.jp/.articles/.2212592020 年11月29日閲覧。ありがとうございます。